阪神がリーグ優勝を逃した、すでに勝利で試合を終えたヤクルトがマジック1としており、この試合に敗れた瞬間、ヤクルトの6年ぶりの優勝と阪神の V1 が決定、阪神にとって16年ぶりの夢が、本拠地で散った、ミスで無駄な点を与える、今季を象徴するような戦いぶりだった、2回1-4-1、2塁木下拓の3ロで警察コースは、2塁種、 糸原が一塁へ悪送球する敵自身策で先制点を献上した、一の五回は無視から二番手、及川が、先頭、岡林をスライダーで空振り三振に仕留めたが、ワンバウンドした球を保守、坂本が一塁ベンチ方向にそらし、振り逃げで出塁を許した、記録は投手の冒頭、この後、四球、安打で一死満塁として三番手、馬場に交代、馬場は二死後、 大島に2点敵地打を浴びた、負けられない一戦、矢野監督は2回、西1。3塁の後期に、先発の青柳に代打、小野寺を送る積極再配、結果はに終わった、決死のリレーも大川が3イニング目に捕まった、今季最終戦だが、第2先達、を任せられる他の先達陣のベンチにはスタンバイさせる策を取っていなかった、打線も沈黙した、 糸原が猛打賞と気を吐いたが、その他は大山の一安打のみ、軽應なんだ寒空負けで今季を終えた。今季は佐藤明、中野、伊藤進のルーキートリオが大活躍。マルテスアレスラ外国人も機能し、5月まで破竹の勢いで白星を重ねた。一時は2位に最大7ゲーム差をつけ、独走の雰囲気も漂った。だが、打線の勢いが、低下し、 夏場に失速、8月末に首位の座を奪われた、10月は投手陣の奮闘もあり、ヤクルトに負けじと貯金を増やした、最後まで部位への執念も見せたが、わずかに頂点へ届かなかった、矢野監督は試合後の挨拶で、今日のこの最後の試合、こういう試合で勝ち切れる、もっともっといいチームに、もっともっと強いチームになっていけるよう、新たなスタートとして、 この悔しさを持って戦っていきます。と今後に向けて語った。